ということで今回は氷の剣とクロスボウと杖が使える世界だぜ。氷と言ったらこの値。ということで今回は特別に値が参戦してやったぞ。わざわざ立ち絵変更しているこっちの身にもなってくれ。とまあさっきチルノが作り出したやつなんだが、さっさと引き取りな。クロスボウに能力つけたからね、足が速くなって調子がいいわ。まあこの杖の使い方はわからないけどね。ということで早速サバイバルしてドラゴンを倒してくれ。よしわかった。サクッと倒してやりますよ。試し撃ちしてみたらどうだ？もちろんするけど、このクロスボウ普通に強い。周りを氷にして竜巻に敵が飲み込まれる。圧倒的な力だな。周り一体を氷に変えてるせいで気が全然なかったじゃないか。まあ結局あったから大丈夫。でも初期スポーンに行ったとき困る気が。死ななければ問題ない。なんでそういうとこ考えないのかな。もう私は知らないぞ。遊んでたら夜になっちゃったぞ。早くベッド作らないと。でもたった今村を見つけたよ。運だけはいいやつだな。運は実力のうちって言うでしょ。チルノビーム。なんでマイクラ実況なのに原作流してんだよ。主へのツッコミはやめて。それにしても結構強かったな。しかも凍結させて動けなくしてるとか。普通に強い気が。氷属性は強いからね。村人のベッドを奪って寝る。それはまさに下道の姿であった。自分のベッドに寝てる人を眺めながら一夜越すのかわいそうだな。今更だけどベッド切断マジック。すっごいくだらない。あ、力が強すぎるばっかりに村人を攻撃してしまった。そういやここで一応弓矢集めておくのもありだからな。後でヤシを作っておくと便利だぞ。矢もそうだけど食べ物がないよ。じゃ村にいる豚でも倒そう。手持ちにあるやつ食べればいいじゃんと自分に言い聞かせたい。チルノビームセカンド。安定の攻撃力。そろそろクロスボウ使いたいな。あー村が壊滅した。竜巻で巻き込んでるから普通に強い。そして今村人の断末魔が聞こえたような。きっと気のせいだよ。やっぱ全てが氷になると気分がいい。足も速くなるしね。うっぱじゃがいもが散らばってるし。またまた食料いただき。じゃがいもは結構食料としては役立つから取っておいて損はない。たくさん食べ物集めたぞ。お前火を使ってるのに溶けないのかよ。多少の熱なら問題なし。というか何気にまだ石ツール作ってないじゃないか。ということで石ツールを作っていくわよ。もう石は回収したぞ。あれ私の出番は？霊夢は今回出ないって冒頭で言ってただろうが。いやいや私のファンもいるわけじゃない。だからファンサービスよ。自意識過剰すぎんだろ。それじゃ私は帰るわね。何しに来たんだよ。石集まったから斧とツルハシ作ったぞ。それじゃアイアンゴーレムでも倒しに行くか。ほいっと。継続ダメージなのいい仕事してるんだよな。そしてこれ敵対していないという。もう少しで倒せるよ。この鉄でバケツ作るか。よし倒した。何個かな。おごこじゃん。余裕で作れるな。何回ブルーあったから行くよ。村人と貿易しまくったけど矢から矢が交換できなかったな。矢が出ません。金銀を欲しいけどない。まあもうちょっと周り探してみるか。そしたらネザーゲートを作ってくださいと言わんばかりの水とマグマ。そういや最近ずっと村の近くにマグマだまりがある気が。失踪したシリーズではそんなことなかったのに。これはやらせみたいになるな。鉄村に置いてきたから回収しないと。その前に装備整えたいから洞窟来たよ。用意周到だな。向こう渡りたいな。橋でもかけたら？ほいっと。そういや橋かけれたんだった。そういうこと最初に言えよ。ということで30個ぐらい回収して焼いてるぞ。これは鉄装備普通に作れるな。というか今更だけどネザーって水が一瞬で蒸発するぐらいの温度なのに。鉄装備なんて来たら熱伝導で体が焼けそうだが。まあそこは大丈夫なんでしょ。だってそんなとこにいること自体おかしいんだから。なんかすごい氷の橋が出来上がっているんだが。いやあそこ通ると足速くなるから移動するときに使ってるんだよ。ということで鉄フル作ったよ。これでだいぶ大丈夫になったはず。半年ほど前は装備なし、素手でエンドラ倒してたのに。あんたら二人どんだけ下手なのよ。まあ狼に倒されるくらいだし。嘘でしょ。はっはっは。ところがどっこい現実です。よくそれでエンドラ討伐企画やろうと思ったわね。チルノに言われるのはなんか屈辱だぜ。後で弾幕でボコボコにしてやるか。理不尽の木は、み。やっほー。で、急にどうしたの。いやなんか走ってたら気分が上がってきてさ。まあそんなことは置いておいて。置いとけないでしょ。サクッと作ってたネザーゲートに着火。ゲートの作成過程見せてないんだよな。誰も見たがらないでしょそんなシーン。見る人もいるでしょアホらしい。インフンできたし。とここはどこかな。シンクか。まあいる。いらないか。シンクの森って食料集めにしか私使ってないんだけど、他に用途あるのかな。知らね。急なスキーアートだと。なんかゆっくり実況って基本テロップあるのに、文字で遊ばないのもったいなくない。それでやるのね。まあこれからはやらないと思うけど。何のためにやったんだよ。ということで穴の中に出てたみたいなので、橋かけて出ています。お前動画の序盤とキャラ変わりすぎじゃね。
いやなんかバカキャラで行こうと思ったけど無理だった。何うちのチャンネルのチルノスっぽい怖い。だってうちのチャンネルでバカやるとさ、なんかツッコミとか回収しきれないからさ、そういうところ考えたら結局この感じに落ち着いた。霊夢よりしっかりしている件について、視聴者さんうちのチルノが怖いんで助けてー。これマグマの上なのに氷を蹴るんだよね。ネザー要塞探しすっぽい楽そう。と言ってたら見つけたよ。早いなー。物理的にも撮影時間的にも。気分爽快だな。ということで侵入完了。それじゃグレイズロッド集めるぞ。なんかグレイズスポナーなかったんだけど。しかも死んで少しアイテムロストしたしな。そしてラスト1個がなかなか出ない。こいつで出るだろ。出ません。あ、出た。何とも軽い感じで終わりましたな。じゃあ次はエンパ集めか。攻撃か倒すかどちらにしますかね。ここまで来るのに歪んだ森がなかったから攻撃にするね。ということで攻撃して集めたぞ。すんごい大幅カット。見どころがないもんで。それじゃエンダーアイ作って特定しに行きますか。ということで投球。なるほどそっち方面か。壊れないでほしいけど壊れたな。戻ってくるときに1個エンパゲットしておいてよかったな。あのエンダーマンには感謝だ。それじゃ空に橋をかけて進んでいくぞ。すごい楽しそう。でも失敗したら終わりなんだよね。ウォンサーをして15分で特定したぜ。それじゃ掘っていくか。ということで到着。これまた探すのが面倒そうな場所だな。ということで発見。これならエンダーアイも足りるからいけるな。わお4個もハマってる。こんな準備する必要なかったな。まあはめていきますか。じゃ早速行っちゃおうかな。ということでダイブ。今回は楽に倒せそうだな。あ、ブロック持ってくるの忘れてた。まあ氷で橋かけられるから大丈夫だろ。それもそうだ。ということでご到着。矢の本数足りるか少し不安だけど、とりあえずやってみるしかないけどね。ということでいつもの破壊するまでカットよ。はぁーとや？いや壊してるの私だけどね。ということで全部破壊したよ。それじゃあとは殴るだけだな。実況動画最大の敵エンダードラゴン討伐の無言の間。しっかりドラゴンブレス避けないと倒れる。ほい突撃。あー飛んでいく。うっぱ飛ばされて足元に氷出して無効化したぞ。あたいだって一応バカじゃないからね。このぐらい冷静に対処できるよ。しかも帰り用のエンパまで準備してるし。ということで頑張って半分まで持ってきたよ。折り返しに時間がかかりすぎてるなぁ。遊んでたらすごいことになった。どうすんだこの地形。なんかエンダードラゴンが破壊しまくってるし。もう暇すぎてクロスボウで氷に変えまくったよ。それで戦えるのかよ。え？倒したな。そうだね。結果クロスボウ最強。ということでこれで今回は終わりだよ。お、面白かったらチャンネル登録してね。なんか閉まらないな。グダグダだったから特殊エンディングよ。